オランダの AFC、アヤックスのユースチームで育ったウィンガー。17歳の時にトップチームでデビュー。1999年には出場機会を求めて FC、トゥエンテにレンタル移籍し、そこでの活躍が認められて、再び AFC アヤックスに復帰。 故障などにも悩まされたが、2001から2002シーズンは30試合で5得点を挙げ、リーグとカップの2冠に貢献し、2002年5月19日のアメリカ戦で代表デビューを果たすと、ゴールを決めて、存在感を発揮した。2003年夏にセリエ A インテルへ移籍したが、本来の実力を発揮するまでには至らず代表からも、遠ざかった。2005年には、 エバートン FCA 遺新天地での再起を目指したが、怪我やアルコール中毒に悩まされ、本領を発揮できず2009年6月に、契約満了により退団した。退団後、しばらく無所属状態が続いていたが、2010年3月、短期間の契約で PSV、アインと方編に入団し、1試合に出場した。2011年2月26日に、 現役引退を発表した。ありがとうございます。